どうも。どうも、こんにちは。ゆきおでございます。本日は、アイハーブが届いてますので、購入品紹介やっていきましょう。アイハーブが久しぶりすぎて、アイハーブのテンションにちょっと持っていけないくなってる自分があります。はい。すげえ久しぶりな。11月25日に注文したので、1ヶ月以上前に注文してたんだけど、まあ、これはね、結局ブラックフライデーを狙って買ったということだね。まあ、もともとでもアイハーブすごい値段がもう全商品昔比べてまあもう上がりまくってて、まあ、もちろん円安っていうのもあるんだけど、なんだかもうなんだか上がっちゃっててさ、全然買えなくてどうしようどうしようってなってたんだけど超久しぶり、めっちゃ久しぶり、めっちゃ久しぶりだって思ってさっき調べたら、前回のアイハーブは4月30日とかだったから意外と最近だったね。なんかもう1年以上経ってるのかと思ったけど、意外と最近でした。ということで、やっていきましょうか。軽くご紹介いたします。さて、あ、これはもう定番品でございます。いつも使っているホホバオイルですね。こちらをNow Solutions、 なんかちょっと久しぶりだなこういうの。なので、これはもう冬、今の季節はもうね、これがなくちゃ始まりません。ヘアとボディとスキンもう全部 OK、 マルチパーパス、イエスということで、これはもう重宝してますね。こちらでございます。一応紹介していく商品は全部概要欄の方にあの詳細載せてるので、気になった方はチェックしてみてください。気になった方はぜひチェックしてみてください。そこにですね、クーポンコードもございますので、よかったらそれをポチッと入力していただくと、いいことが起きます。よろしくお願いします。さあ、ということで、あ、これはね、もう、これも本当に日常的に使ってる、ド定番の、リップですね。バセリンのリップでございますね、はい、こちらに出会ってからもうね、私これなくしては生きていけないぐらいのリップでございますね。もう超愛用してる。前にも何個か買ってたんだけど、やっぱりこのもう日常的に使う、絶対使うものなので、今回も買ってきました。これすごくいいんだよね。こうなんかピュッて出して手に塗ってリップ塗るんだけども、いいですね。手に塗って、手にのせて、そういうリップでございます。これ本当にいい。これ以外も使えなくなっちゃったリップ、かなりね、俺も乾燥するから、よく昔はいろんなリップ試してみたけども、これが一番でございますね。無香料でなんかこのいいですね。何もこの香りがない方が好きなんで、はい。イエス。ということで、このスキンさん、スキンさんかと思ってたらスーキンらしいですね、呼び方なんとなくね。スーキンさんの、シャンプー2つ、コンディショナー1つ、ハイドレーティングだね、潤いを持たせるこのシャンプーコンディショナーでございます。これはね、もうこれも定番なんだけど、これ定番品しかもう買ってないわ。普通今まで使ったのが結構なくなっちゃってるから、それの補充的な意味合いで買ってます。すごくいいんですよね。香りもいいし、その髪にこの乗る感じ、髪にこのシャンプーとコンディションが乗っていく感じもね、非常にいいです。洗い上がりがかなりすっきりします、これは。はい、のでいいです。ベタベタ残らないんだよね。それがすごくいいですね。僕は好きです。はい、香り見てみますか、久しぶりに。ナチュってるね、ナチュラルな香りだね。いいです。シアバターココナッツファイトなんでそれ、ココナッツファイトってなんだ、いろいろですね、入ってますねなんかね、香りがまず好き。少しなんか若干フルーティーな香りもするけど、なんかグレープフルーツみたいな香りがする。非常にいい香り。シャンプーとコンディショナーは香りは違うのかな。あ、でも近いですね。近い。非常に近い、やっぱり。これ本当にいいんだよね。なんか今ちょっと違うのを使ってるんだけども、いろいろなくなっちゃって、普通にあの市販というか、ドラッグストアに売ってるシャンプー、コンディショナーも今使ってるんだけど、だからやっぱりね、こっちの方が断然香りとかやっぱいいから、
好きなんだよね、個人的な好みだけどね、うん、なのでまたこれに戻してね、潤いのあるあのバスライフをちょっと送りたいなということでございますね。そしてこちらも必需品でございますね。もうリピートしか買ってないけども、ボディウォッシュ、あれのボディウォッシュは初めてかな。でこちらが、モイスチャライジングローション、これもね乾燥してる冬にはちょうどというかもう使いまくるので、まあ、これでも足りないぐらいの、ね、量だけど買っております、はい、これも香りを見てみましょう。こちらラベンダーセント、ラベンダー、こっちもラベンダーか、どっちもラベンダーか、ちょっと香り見てみましょう、うん、なんかすごい優しいね、なんかすごいこうパッとくる香りっていうか、なんか優しいラベンダーのふわっとした香りでございますね。非常に好感が持てる香りでございますね。こっちはどうかな、同じぐらいか、うん、開け方は違うかな、あ、このまま開きました、うん、まああんまり、うん、こっちの方が少しなんか爽やかに感じる、なんとなくね、同じような香りなんだけどふわっと香る、なんかラベンダーのこの癒しのね、癒しの感じがありますね。そうで、まあボディウォッシュもですね、私も昔はあのブルドックさんっていうね、あの今でも全然愛用してるんだけど、そのスキンケア用品とかそのシェーバーとかがあるブルドックさんのボディウォッシュがあったので、じゃそれを使ってたんですけれども、まあそれもいいんですよね。まあそれもいいんだけども、ちょっと今回はねこのアベーノさんもチャレンジということで、売ってなかったんだけどな、なんか売ってないんですよ。もう今危ぶ。昔使ってたものとかがほぼほぼもう売ってない。売り切れが多いし、あとは高いとかね、どうですか、アイハーブ買ってます最近こう言うのもなんだけど、なんかやっぱり高いし、ちょっとなんか手が出ないというかね、昔の感覚では買えないから、お菓子とかもね、あの僕の大好きなケトルチップスもね、もうすごいもうびっくりするぐらい、もう逆に日本で買った方が安いんじゃないのっていうぐらいね、日本でも売ってるところにはあるからね、一応ね、もう安いんじゃないのっていうぐらいの、前は全然ね本当に日本の半額まではいかないけど、それぐらいで買えてたケトルのチップスとかも買えなくなっちゃったね本当に。なのでまあまあまあね、日常的に使ってたものの補充みたいな感じになっちゃってるけど、なんか最近のアイハーブずっとそうだね。昔なんであんな買いまくってたんだろうね楽しかったんだよねいろんな商品買って試してたから、その中でまあ厳選されてきたのがこういう感じということでもあるのかもしれません。あ、それそうそう、さっき話してたあのブルドックさんですね。はい、このブルドックさん、これはもう本当に今、まあ、スキンケアよりかはどっちかって言ったらこのシェーバーだねを使ってます。あのシェービングとシェービングジェルとこの刃だね、カミソリの刃、うん、これも消耗品だし、これもまあちょっと補充しておこうということで買っております。なんだかねやっぱ普通のシェーバーより使いやすい気がするんだよねなんとなくだけどね、まあ、これも本当に人それぞれだから、まあ、本当にあのメンズとしては自分に合うシェーバーに出会うっていうのがかなり重要だからねいろいろ試してみたりとかして、なんかずっと使ったやつでもなんか最近調子悪いなみたいな、ちょっと他のに変えてみようかなみたいにして冒険するけども、やっぱこっちの方がいいなみたいな。そうなんですよ、電気カミソリとか買えばいいんだけどね、なんかちょっと普通のこのこっちのシェービングの方がね、なんかいいというかね電気はね、うん、そして結構硬いんですよね、僕ヒゲがね、なのでこうカミソリがねうまくこのはまっていかないときちんと剃れないとかね、いろいろ問題があるんですけど、やっぱりこの、ね、ブルドックさんの、はい、シェーバー系はね非常にいいなと実感しておりますので、はい、アロエベラもね配合してますのでいいですね、はい、肌もねあの結構そんなダメージなくて、あの剃ってもね、はい、いい感じでございますそしてこれは初めてだね。こちらはですね、あのヘアスタイリング剤でございます。髪をねこう整えるものですね。
の、大体このヘアスタイリングする時のものたちもほとんどアイハーブで今まで買ってたから、で前使ってたのがすごく良かったんだけど、それもなくなってきちゃって、でそれが欲しかったんだけど、それも売ってなかったのかな、それは。結構ね、品が変わってってるっていう実感があります。もうここもうね、半年、1年までいかないけど、全然買ってないと品がどんどん変わるね。これは何て言うかな、カントゥっていうの？のシアバターエクストラホールドエッジステイジェルですね。どんな感じかちょっと見てみましょうかね。なんか昔こういうパッケージに入ったさ、ガムとかあったよね。なんかこのぐるぐる巻きで、なんかちょっと細長い板状になってさ、ぐるぐる巻きになってるガムとかなかった？昔 それ結構食べた記憶あるんだけど、懐かしいのがそれを思い出す。ガムにしか見えないな。開けたらこんな感じでした。なんだこれ、こういう感じなんだね。へえ。ああ、なんかココナッツ？ココナッツオレンジみたいな香りがする。なんだろう。なんか美味しそう。美味しそうな香りがする。実際どうかな、ちょっとだけつけてみる。どんな感じだろう。あ、こうなんかジェルなんだけど、結構か硬いというか、ぐにゃぐにゃまではいかない感じかな。あ、いい香り。なんかおいしそうな香りする。ちょっとよし、いいぞ。どうかな。 全然鏡見ねえと分かんねえな、確かに。ああ、でも意外とさらっとするな、つけた後は。ベタベタしない、そんなに。あ、なんか使いやすいのかもしれない。洗ったらすごい落ちそうやね。どうだろうな、ホールディングするのかな。結構ホールドしっかりめのやつを買ったつもりなんだけど。なんか、ベタベタしないです。香りが美味しそうです。というヘアスタイリングジェルでございましたね。という感じでございますね。まあ、最近のアイハーブの購入品は全て、まあ、日常的に使っているものの補充というね。 全然冒険をしてない。いや、冒険できない、できないですね、なかなか。減ってくものの補充に精一杯っていう感じかな。昔はでも本当に、さっきも言ったようにね、かなりいろいろ買ったからね。なんであんな変えたというか、やってたのかっていうところもありますけど、最近はね、ちょっと本当に欲しいもの、必要なものだけの購入になっておりますけども、まあ、またね、いつかこういう機会があったら、半年に1回ぐらいかな。全然買ってない、最近。っていう感じでございますかね。まあ、でも、ちょこちょこね、見て、いいのがあれば、チェックしてっていうのも、やれたらいいんだけど、全然やってなかったな、最近も。まあ、そんな感じでございます。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。ゆきよろございました。よければチャンネル登録とグーグーグーもよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、じゃあね、バイ。